どうも、レート9000のフンと申します。レート5000のフンさんと申します。はい、皆さんこんにちは、フンさんですと。いうことでね、今日も京都で、いやー、皆さん、マリオカートウィー界隈の皆さん、はじめまして、私、フーンさんと、申す者でございます。今日からね、このマリオカートウィーのオンライン対戦をね、やらせていただこうかな、レート5000からやらせていただこうかなと思っております。悲しいよ、みんな、俺。まあ、何があったか、ちょっと軽く説明させていただきますね。前回の動画の最初に、レート9000、行ったぜっていう、まあね、最初、まあ、挨拶の方で言ってたんですけど、生放送でね、なんかパックンカートだの、オートドリフトだの、なんかそういう縛りで6勝するまで、まあ、結局8勝したんですけど、するまで終われませんっちゅうのやってましたら、なんか、冷凍1日で3000以上溶けて、5000まで下がっちゃいました。もう悲しい俺。悲しいです。でもあれだな、まあ気持ち一新な、初心に戻って、また冷凍9000を目指せる。そういうのも悪くないんじゃないでしょうか。クッパケスにもう全部1ドルマジで。冷凍まあ今5000だけど今6300ぐらいかな。なんですけど、もう今日全部1ドルいます。初心者ですけど、冷凍5000の界隈に入りたてのものなんですけども、今日全部1取らせていただこうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。これは消えるかな。あ、消えないか、マジか。おい、赤2個来たら嫌だけど、これは消えてる。1位逃げちゃったけど、結局このゲームね、まあ、トゲ来ますんで、初めてね、やってるんですけどね、マリオカートいいオンラインですね。まあ、どれだけトゲ来るでしょう。エイトデックスやってる。なんでそれ跳ねちゃうかな。ここ跳ねるときと跳ねないときのさ、何なんだろう。未だに掴みきれてないんだけど。アイテム取りに行って巨大か。8位で割りたいけどな。ちょっと抜かしちゃったか。5位で割るなら、ナイスそれ。でかすぎる。日野さんとかくれませんか。赤さんですか。ちょっとデスコン失礼させていただきまして。もう一人デスコン潰したい。もう一人デスコンさせていただいて。もう一人させていただいて。潰しまくってのに、もう1位がもう3周目入ってて、終わってる差がついてるんですけど、いや、こっから時計にやつがいくでしょ。バチャ投げる。さすがに届かんか。さすがに Wii の赤コーラじゃきつい。ちょっとと2位じゃないわ、3位が近いから押されたくないんですけど、キノコ使っちゃうか。まあがっつりアイテム回していって、一旦安全圏内にな、離れていきたいところ。トゲいかんねー。ワンチャンまだ1位あるかなと思ってたけど、ウィーなら。で、ここ跳ねないようにしっかり壁沿いに沿っていこう。 OK。 で、こっちもウィリー入れながら行きたくて、まあ、キノコ交換しちゃいますか。交換しちゃいいのに取れるんじゃないですか、このまま行けば。変にサンダーとか振られたら嫌なんですけど、デスコンの視界されそうだな、さっきしたからな。あー、反射怖いよ。大丈夫？大丈夫そう。さあ、これは勝ってったね。ブレーキやばいや、それは。いやー、経験できてない。待って、なんか許された。オッケー、赤コーラいってるんで3位に。さすがに大丈夫でしょう、火柱に当たんない限りな。怖い。オッケー、ナイス。1早すぎな。うわ、レートクソもらえるわ。最高だね、このゲームね。もう9000った時1位でもなんか100もらえないのに最高だね。クッパキャッスルー。クッパキャッスルなんか生放送の時もさ、5レースに3回ぐらいさ、来るぐらいみんな投げるんだけどさ、このコースね、好きですか。まあ1位はね、設置しまくって楽しいんだけどさ、道が狭いは死角が多いで、一回後ろに下がったら地獄すぎるんで、これ設置やばいよ。俺設置を先に仕掛けていく。ほら、当たったでしょ。これかわせないから、マジで。ここもな、かなりきついと思う。全然好きじゃないんですけど、まあコースの雰囲気とかね、全然好きなんですけど、走ってる感じもやっぱ狭い、後ろに行っちゃうとね。これは大丈夫でしょう。 OK だ、ナイス。その壁当てうまいね、やめてね。よし、やっぱうまい人はね、設置うまいね。まあ、走るね、スピードもちろん速いんですけど、そこだけじゃなくて、まあ、そんなに言うてね、速いっつってもね、一周で1秒とか、まあ、1秒2秒しか変わんねえから、なかなか。なのに差を広げられるの分かって、インコースを潰してね、まあ、こういう人とかもあるんだけど、インコース潰してインコース走れなくなって、一気にぐだらされたら、そこで1秒とか2秒変わっちゃうからね。それがうまいんでしょうか。まあ、トゲいったらそんなもん関係ないんですけどね。さあ、もうこれ3位とかなり差開けられてるんで、まあ、総力で、まあ、総力化け物で勝つのは厳しいとなると、あとトゲお祈りゲート。設置怖いな、これな。こういうとこもインコース本当はつきたいけど、つけないのはかなり苦しいんですが、大丈夫。設置されてないな、あんまりな。まあ、ここは交換しちゃっていいでしょう。はい、トゲ行ってくんねえから、トゲ行かねえな。
5発6発いってもおかしくないゲームだと思ってるんですが、ここの直線とかかわしづらいでしょ。当たんじゃねえかな、ワンちゃん。当たんねえか。当たった、サイ潰した。マジでここのコースきちいよな、それな、されたらな。アイテム持ってって、まだ1位の背中。え、これインコースくの怖いけど、それ落ちてない、ワンちゃん1位。落ちてねえか、惜しいな。ここインコース安定する方法よかったら教えてくんない？なかなかね、まあ、動画でも何回も決めてるんですけど、リスキーすぎてね、怖いんですよね。なんか安定、なんか上手い人は安定していってるから、なんかあるんだろうね、安定する方法が。3周目狙いに行きますか？3位とこんな差ついてるんだったら。トゲいかねえ、トゲってくれ。ここアイテムボックス多いんだけどな。全然一発も、よ、1位ミスってんな。だいぶ距離縮まった。トゲ一発で全然抜かせる範囲ではついていけてる。それどうすん、やべえ、噛み合っちゃったー。やらかして俺もぐなっちゃった。まあまあまあ、しゃあねえか。トゲ、どうせな、トゲいかんと勝てないんでね。そのキノコは拾わなくていいでしょう。罠キノコだ。赤コーラも届かないんで、まあ、ワンチャンパウとか来たら、いや、バレナがすごい。パウとか来たら投げるぐらいで、持っときましょうか。いや、そんな、こう、落ちてないか、ワンチャン。ワンチャン落ちてない、これ。でもこれ、落ちてもね、でかくなって帰ってくるんで、落ちてるけど、あれだな、負けだな。結局、落ちた方がなんか、1位だったら早いってあるんだよな。キノコだけど、危ない、くそビビってた。体がビビってた。まあ、初等回転も負けてたんで、惜しいね。いや、あそこ、どうすんぐらってなかった、勝ってたか。まあ、そういう積み重ねだな。積み重ねだな。チリツも。よしよし、マリソン前行きますか。やっぱ上手い人はね、前、打開コースでも圧倒的に前行ったりするんでね。俺も前ついていって、後ろ潰しつつな。スナイプでこう潰しつつ、あ、飛んでいこう。それは反射怖いな、大丈夫、怖すぎる。で、まあ、トゲ待ちで行くのが一番勝率高いんじゃないかな、このゲームな。どうなんでしょうかね。そのスナイプって、ヨシトさんのその反射スナイプ、うますぎるんだけど。俺もしていこうかな。どんどん真似した方がいいか。吹き飛ばされてるのかわいそう。反射スナイプ、速度上がるんだっけ？確かね、普通にバックスナするより、一回壁に反射させた方が、早くね、スナイプできるんで、そしたらお得なのかもしれない。アイテム待ってって。意外と前勢が多いからサンダー振ったら一気に順位変わりそうで怖くはあるんですけど、そのバックスナー危ね。これもかわしつつ、バナナ。トゲもサンダーもいかんね。まあ、一発はどっちかは絶対あると思ってるんで、このままついていきたいんだけど、サンダーはまあここで振るか。ここで振ったらまあ1人しか回避出してないんで、なんとかなんないかな。いや、結構きれいな。2人出したか。3位で終わった。キノイチ何出る、ミドイチバックスしますか。赤サンダーごめんなさい、消して。1個は消せそうだけど、パウルやばい、許して。バナナで消してくれ。アイテム割りに行く。キノイチ、いや、出ないか。どうするこれ、このままだと苦しい。てかトゲいかなすぎな。さあ、内側から抜かしていってキノコ引けないか。まあ3位ですかね。これ変に攻めなくていいと思ってるけど、抜かされそうだと投げる。やばい、引かれそう、やばい、大丈夫、怖すぎる。いや、投げてよかったか。まあ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 、まあ、よく耐えた、よく耐えた。もう一人潰せそうだったけど、よかったでしょ。めっちゃ詰まってんな、マップ。おお、2位だ、ナイス、楽だったね。デジサキとがっつり前行こうぜ。トゲいかないからな、今日一回もトゲいってない。一回もじゃない、俺投げたか。全然トゲいってないんで、ここはもう前行った勝ちですよ。さあ、ここ1位で割っていって、緑コーラー蹴っつけとくか。一旦チル、変に攻めすぎると赤コーラにやられちゃう可能性もあるんで、置き作ってくれた、ナイス。それはちょっとカートが重たいの、やめて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 、やだー、ケツ食われたし、クソ。まあ、止まるか。前結構来てくれてるんで、ここは9以下でしっかり割りに行きましょう。さあ、ナイス、でかい。じゃあ許しましょう、あのパックンカードをやらかしました。俺今最下位が11人部屋ですか。11人部屋なのであれば、ここ交換しようか、交換しようか。もう一回なんかいいアイテム。俺のスター、サンキュー、追加でマシマシしていって、サンダー引いて早勝ちです。はい、対戦しました。最強。でも順位上がりすぎた時のサンダーってそんなに強くねえんだよな。サンダーって何が強いかって、みんなのアイテム落としつつ自分がね、強いアイテム使えんのが強いのに、そのボムやめてよ、もったいねえな。勝ち確だと思ったんだけどな、それは唯一の負け筋だったか。まあ4位でうまいことアイテム割りにで、ナイル、ミドさん、まあ一旦防御ですか。まあ、バックスナ1個しつつ、やらかした、ごめんなさい。まあ、加速をして、うわー、かわいそう。一回加速、もっときたいけど、どうですか、ナイル出てくれますか。加速、
ナイス、強い木野さんは1個でも嬉しかったけど、3つ出てくれた。1位結構近いからトゲ一発で1位までいけると思うんだけどな。トゲマジでいかねえ。いった、ナイス、音声認識よし。爆風当たってないか。まあこれキノコで焦らずにいけば。焦ったか、大丈夫、さすがに大丈夫。鉄これちゃんと守って偽棒当たらなければ勝ったでしょう。ナイス、トゲオッケー。今立ち回りだったんじゃないですか。今日レートクソ持ったぞ。1日で、なんなら3時間でレート3000とかした男、たったま1、2レースカットしたんで、たった5、6レースですか、6レースかな、で何分かりましたか。さあ最後プラス155で、もう7000、あ、もう7000手前まで帰ってきました。楽しいな、このレート漏れる時のマリオカートいいやな、ということでね、また9000戻してやっていこうかなと思いますんで、よかったら皆さん応援してくださると幸いです。またね、対抗戦もね近々しますんで、まだ配信に遊びに来てくださると幸いです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。